学習館は、江戸時代後期に、木の国紀州藩に設けられた藩校。現存はしておらず、株式会社世界一等和歌山本社の敷地内に、石踏みが建てられている。徳川頼信が登用した、縄勝書により、寛永12年以降には、紀州藩での家臣に対する受学教育が始まっている。しかし、工学者が、住者の家に出向いて、 教えを請うという形式であった。聖徳三年、徳川義宗が一般的な儒学信仰のために港に行動を開設した。人災学者、影山東門や修士学者、議員南会が講義を行い、庶民を含めて170から180人が聴衆として訪れたという。奇襲政治層や奇襲政治教も行動について記しているが、一般的に義書とされ、 内容に信頼性がないため、詳細は不明である。その後、行動は荒廃したという。安永5年、徳川春貞は、反省改革に際し、過信団に思想的統制を行うために、和歌山城内と表情書での学問公釈を、触れ出し、人災学者、伊藤ラングや趣旨学者、基本参加済などの公釈日割りを定めた。学問に精進した者には、 交尾が下されるようになっていたが、天命の大基金により、春貞の反省改革は挫折し、行動の復興はならなかった。完成2年、徳川治虫からは、反省改革の一環として、港の行動の増改築に着手し、翌完成3年に完成し、学習館に改名した。試験は、この頃から始まったらしいが、詳細は不明である。完成4年、国学者。 元織ノリナが登用され、以後もノ長の子孫には、禄が与えられて公尺が行われた。しかし、それは、御前講義に過ぎなかった。完成五年、学習館規則を定め、半額を、朱子学を含んだ広い定義の総額に決定した。実際、学習館には、力のある、朱子学者は呼ばれず、宗来学者、菊池正武や折衷学者、山本通り、 石中学者、ニーダ南陽らが徴用された。同年、江戸に民教館が開設された。今日は3年、学習館の試験規則を改定し、学問誤資規則を制定した。無役の下級家臣を成績次第で役付きにすることなどが定められており、家臣に対する受学奨励と思想統制が目的であった。文化元年、伊勢国松坂に松坂学問所を開設した。 安政3年、解剖強化のために、和歌山城の南隣に、岡山文部城が開設された。慶応2年、徳川持次が行った、軍政改革に伴い反抗改革も行われ、学習館を岡山文部城へ移転させて、全体を学習館文部城と称した。修行年齢を、従来の30歳から50歳へ引き上げるなどを行ったため、200から600人だった。 生徒数が数倍になったという。また、特筆すべき点は、漢文の所得試験に限り、百姓や町人も参加できるようになったことである。ありがとうございます。